た時は歩くこともできず泣いてばかりだった赤ちゃんもこんなに大きくなりました。さあ手をつないで仲良しアピールをしましょう。親から子へ愛を叫んでもよし、子から愛親へ感謝の気持ちを叫んでもよし、熱く肩を組むのもよし。ただし1分以内にゴールしてください。小田さんが1位から3位を決めますので思いっきり仲良しアピールをしましょう。全員に景品がありますが、仲良し親子を3組までには豪華景品がありますので仲良く走り切ってください。じゃあスタートお願いします。早い。